マケドニア共和国の地図マケドニア鉄道はマケドニア共和国の公営鉄道である。UIC 番号は65が付与されている。マケドニア鉄道の機関は標準機を採用しており、営業距離は 925km でそのうち 315km は交流 25kV50Hz の電区間となっている。マケドニアに 最初の標準機の鉄道路線が開業したのは1873年で、スコピエから現在は、ギリシャ領であるテッサロニキまでであった。マケドニア鉄道の拠点は、首都スコピエで、すべての国内列車は、マケドニア鉄道によって運行されている。スコピエから、西方向へは、テトボ、ゴスティバルを経て、キチェボまで、北東方向へは、クマノボを経て、 タマノブチへのセルビア国境まで、東方向へは、オフチェ、ポレ、シティプを経て、コチャニまで、南東方向へは、バルダル川に沿って、ベレス、ネゴティノを経て、ゲブゲリアのギリシャ国境まで、南西方向へは、ボゴミラ、プリレプ、ビトラなど、各市用都市と結び、クレメニツァで、ギリシャ国境に達している。マケドニアの鉄道網はよく発達しており、他国との接続は、 北西方向がボルコボでコソボと、北東方向がマノブチェでセルビアと、南東方向及び、南西方向はゲブゲリア及びクレメニツァでキリシャと、それぞれ結ばれている。ありがとうございます。